ても芸人やらない方がいいタイプの。そういうこと言うじゃないですか。で僕あのちょっとね映画が好きなんですけど、おう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 、レンタルビデオショップ店に行くおだからね、そう行くんですけど、そこもねちょっとお店員さんが気になってます。はい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 、もう可愛いんだけど、ほら声かけづらいんですね。おやおや、そうだから悩んでるんだよそこで。あらあら、どうしようかなと思って。じゃあ教えましょう。無理でしょお前が。教えますよ。できないでしょお前。私なんかね、よく女性に精出させてもらってますからね。結構な数出させてもらってますからね。できんのね。あ、できますよ。じゃあ俺店員やるから、ちょっと来てみてよ。やっちゃうよ。やっちゃうよってなんだ。いらっしゃいませ。今日、星が綺麗ですね。真っ白な天井しか見えませんけど。あなたですよ。ひも？こんな素敵な星様と出会ったからね。あの私すごく恋愛もののビデオみたいなと思いました。恋愛もの、うん、ビデオはないんですよ。恋愛って言うの。恋愛、うん、そんな略し方しませんよ。神木隆之介くんが出てる恋愛みたいな。神木隆之介さん、うん、好きだからね。あれがいいよ、はい、妖怪大戦争。あれがいいよ。あれ恋愛映画じゃないですよ、ね、恋愛が好き。妖怪バトル映画ですね。いいや、妖怪大戦争でしたら、あの1階の左の奥に今夜うちに来ないえ、どのタイミングで誘ってんのね。うちで妖怪大戦争見ないかい。見ません見ません。見に来いよ。見に来い。行きませんって。そういえば今朝ね、うちの裏の庭でモグラの死骸が転がってたのか。モグラの死骸見に来ませんか。行くわけないでしょ。どんな女だと思ってんの。写真撮りに行きませんか。インスタ上げようとかないからね。来なさいよ。行きませんって言ったの。モグラの死骸見たことありますか。ないです。ないですよね。はい。じゃあ来い。じゃあ来いじゃないんですよ。来い。いや嫌です。来なさい。来なさいじゃないの。命令すんだから。死骸見たことあるのか。ないですって。じゃあ来い。じゃあ来いじゃない。来い。騒ぐのやめてくださいね。来いよ。他のお客様もいらっしゃいますので。お客さん？はい。お待ちいただいてますんで。いるよ。いや、いらっしゃいます。危ない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 。いや散らばってますね。いないよ。怖がってます。お客さんいないよ。いや、いらっしゃいます。いや、こっちにはいるけど、こっちにお客さんいるけど、こっちにね、誰も。いや、お客様そちらです。何が見えてんの。え、こっちでお客さんは。いや、こちらはあの、お菓子コーナーです。お菓子コーナー。はい。お菓子だと思ってんの。いや、こちらははい、レジ前のお菓子コーナーです、ね、お客さんお菓子だと思うタイプだ。いや、お客様こちらなんで。緊張しないために。緊張しないためにこちらのお客さん、お菓子だと思ってる。こちら、いや、お菓子ですよ。お菓子。こちらのお客さん、お菓子。はい。うお菓子だと思ってんの。いや、こちらポッキー。ポッキー。はい。おお、わかるわ。確かにわかるわ。はい。こちらは？ホイフルです。おっさんだよ。ホイフル。はい。ホイフル、これで。はい。こちらはネズミグミです。ネズミグミ。なんだそのお菓子。なに、噛んだらチューチューの。いや、もうわからん。気持ち悪い。やめてやめて。ネズミグミもやめな。ありがとうございました。